あなたのことを私はどれだけ知っているのだろう。すみません、私もいいですか。新入生？はい。かわいい。私もスミレみたいに誰とでも仲良く話せたらいいのにな。チューニングするだけだよ。周波数を合わせる。ラジオみたいに。親友が帰ってこないんです。何度も探しに行ったんです。スミレのビデオ見た？遠野くんは見たの？俺にもその勇気はない。一緒に暮らそう。思ってもないこと言うな。私たちには世界の片面しか見えてないと思うんだよね。結局何も知らないじゃん、そばにいたくせに。二度と会えないあなたの秘密を知ったとき、愛しさと切なさが溢れ出す。マナ、元気にしてる？また電話するね。スミレ。やがて海へと届く。